お願いします。お願いします。右行きましょうか。はい、もうリセットです。はい、はい、はい、皆さん、はい、橋本庭園へ、会長宅へ、で、天守閣から会長が、降りてきてくれぐらいはって、で、今会長をね、ちょっと本来じゃ会長ね、一番安全なところに泊まらないけど、ご苦労様です。はい、ということで、ね、今日は会長、どこへ、どう、行きましょうかね、どんな感じで行きましょうかね。はい、一応お二人さん、何時間は大丈夫です。大丈夫ですか。はい。沢島さんも大丈夫。大丈夫です。わかりました。橋本さんに会えてよかった。はい、お久しぶりだね。これまっすぐ行きましょうか。まっすぐ。はい。はい。よう降りましたよ、これ。3時からね、はい、30分間ドバーン降って、ほんで夕方はちょっとパラパラ降ってましたね、やっぱりね。あ、今はちょっともう多分雲は抜けてると思うんですよ。これ次を右行きましょうか。え、今、トモ君撮ってんの？撮ってます。もうね、ポイントの手前になったら一応一旦切りますんで。うん、手前というか。今日はもう、ジャジャ掘りでも一応、そうなんですよね。いや、キュッてやむかもしれんでしょ。そうやね。はい。夕立ちやしね。あ、もう会場に時間とってもらってますから、お前。まあ、雨ぐらいでなんじゃやよ。今日はでも午前中、昼、ものすごい暑かったですよ。ね、もーっとしたでしょ。今季一番やったね。うん。これ左やね。1月1日に、カブトがちょろちょろと折ったところに書いてましたか。はい、はい、行きます。はい。佐藤です。会長、今日は、はい、7月20、21やね。1ですね。はい。はい。はい。こちらも。佐藤さん、佐藤さん。6やないやな。いやいやいや。ということで、会長のね、もう庭に行きます。庭。会長庭ね。ホームグラウンドですよ。うん、庭。最初できるでしょうかね。はい。ということで、まあ雨ね、今日が会場の中、昼は降ってたみたいな。降ってましたね。はい。降ってたね。3時から4時手前ぐらいですかね。3時半ぐらい。3時半ぐらいですか。はい。直径50ミリぐらいの雨粒でしたね。ああ。そうそう、会長、こうやって、測れるかい。ということで、今から入っていきますんで、はい、ちょっとゴロゴロ言ってますけどね。はい。はい、よろしくお願いします。お願いします。行きましょう。マムシがちょこちょこおるんで。ああ、そうですか。僕3回ぐらいこれ見てる。ちょこちょこ見ますよ。おる。何？え？ほる。何が？え？何が？何が？カブトやな。え？カブト。種類とか見えへんね。あ、ほんまや。カブトいる。おお。あ、横についてるね。うん。これ。ここね、交尾してる、あ、下にもいますね。いや、案外動かないですね。いいなぁ、はい、立派な、結構大きいですね。ねえ、カブトだけ。その上にもついてるの？それ上にもついてて、下にもついてる。4頭欄も、うん、上も下もね。その上に1匹いますね、まだ。よっしゃ、今日ちょっと変わるか。いや、大丈夫ですよ。正面から。あ、正面から。ああ、いっぱいついてるね。はい。ブー。あと。ここピー。ここピーが入るやつ。ピー入るやつ。ピー入るやつ。これ何？これ手前の。これ何ですか？これ。雲やん。これ雲。あ、もう自分雲ダメなんです。大きいねえ。
はい、さやちゃん、クモ持って帰って。いやいや。え、入れ物は？え、カブトはいらないですか？カブト欲しいですよ。でも入れ物が。え、あ、え、持ってくるの？カブト欲しいの？はい。欲しいです。はい、言ってて。はい。どうなっても持ってきていただかれる。はい。あ、上にもいました。こっちにも。え？あ、用をついてね。あ、ほんま。今ちょうどことをいたしてるところですね。ブー、二回目ブー。うわー。ここ手前何これ？これ何？関係ないですね。関係ない虫。こっちもいましたね。関係ない虫。これ何ですこの黒いの？黒い虫。黒い虫。うん。黒いゴミ虫だましかな、はい、そんな感じじゃないですか。あ、そうそう。黒いやつ。今ことをいたします。はい。これはクヌギの、はい、木でございます。はい、これがクヌギね。はい。いい感じね。はい。あ、上にも上にも今、うわ、カブトばっかりやん。あ、すごい、見ましたよ。ほんまや、カブトだらけや。カブト、皆さん、このカブトだらけね、これ。あ、ブンブンがいる。もう、こうなったら、母ちゃん、ここもうカブトだらけですか？あかんね、もう、僕は来ない。来ない。でも、この間、ここに平戸おったしね。あ、そうですか。二頭おって、俺一頭、はいはい、逃がした言うて、はいはい、あれ、ここやね。うわー、あそこにもいるわ。ハーレム状態ですね。ブットさん、すごいな。クモだけは嫌やね。クモはちょっといらないですね。帰りでええか？もうちょっと向こう行くの。え、もういいんですか？ね、皆さん、はい、まあ、だいたいこの主要のね、幹のとこね、こう樹液がこう出てるようなね、なところを見張ろう思うんやけど、そこにいい日かったらね、枝先の方、もっと先の方ね、ずっと見てください。ね、はい、で樹液色が変わってたりね、木のね。なるほど。うん、そういうとこにまた固まってちょっとついてたり。なるほど。はい、まあ、なんでかというと、この時期ね、わーっと発生してきたらね、もう取り合いですわ。匂いするとこついとるんで。うん、そういうとこを見てもらったらいいかなと。なるほど。思いますね。はい。ここ下ちょっとコリコリ行ってみたら面白いかもしれないね。そうですね。うん、で皆さんね、これもこの時期になったらね、クワガタなんかはもう途中にね、もう産卵に入っとるんで、この根元木のすぐ下に、ね、離れたとこ、ちごてすぐ下のところを木に沿ってバーッと掘ってもらったら。うん、いる場合があります。じゃあサーちゃんに手で掘ってもらって。掘りましょう。いや、三つ股が。三つ股は後で持っていいですか？うん、うん、何言うても。よいしょ。なんか落ちた。はい、ゴロゴロ言うてます。ゴロゴロ言うてます。はい、ゴロゴロ言うてます。はい、カット。いや、サーちゃん、入れてほら。あー、見てる。うわー、ほらほら元気やで、ほれ。飛ぶしね、天然は。あ、飛ぶんですか？うん、飛ぶしね。どうやって開くんですか？はい、そこ開けたら開くの。あ、うん。うん。あれ？あ、これか。メスとこは？はい。メスとこはいらんの。はい。はい、痛い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 。痛いね。はいはい。はい。で、それガーッとやったら、ほらもう、あれよ。はい。いいですか？はい、いやいや、そこガーッとしょ、これこうガーッて、ガーッて、これほら、ガーッて、これうまいこと入れなあかん。はいはいはい、ガーッて、はいはいはい、うん、なんかクワタっぽいのいますね。え、クワタ、ほらほら、これもあっちやったらついこっち出てくるし、大変で、これ痛い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 、はいはい、ガーッて、もうほらほら、こっち出てくるで、ほらほらほら、ほら、ね、どうしたのよ。それは自分で入れてください。はい、ペッ、はい、ペッ、はい、ポッ、はい、はい、はい、OK。似たなもんすかね。似たもん。あ、これもうメス。クワガタだな。ねえ、ちょっとこれも入れるのがね、メスは。あら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 一個ずつやないとあかんですよ。そうやね、俺もそうやそうや、うん、どうしようかな。いや、じゃあ入れて、はい、いいですか？もう入れて、はい、もう入れない、置いていくよ。次行くよ。こんだけ入れとったら、どうやったんだよ、この先。あ、お
ほら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 出てるじゃん。もう出てる。ああ、いるじゃん。はい。もう、まだいるでしょ。はいはい。大丈夫。まだ。バッ、バッ、バッ。はい。バッ。はい。はい。にぎやかい。はい。はい、次。次の木を。ほらほら、ゴロゴロ浮いてるよ、ほら。ほらほら、怒ってるで。うん。うわ、冷た。持ってないね、今のブンブンこれブンブンですね。さあちゃん、はい、ブンブンいるか。ブンブン欲しい。えブンブン欲しいんだ。青いやつ、青で。え、はい、はいはいほら、あ、この茶色のやつで、これがいいんですよ、かな、うん、会長のとこ、ちょっと会長、ここはこれいない。お前ね、ここにもう一軒、あの中に一軒あるんだけど、今これ有志っていうか、したの、はい、あの今年からやね、これもう生えてくれないいうことやね。ああ、うん、夜やし危ない ねやめときましょう、うん、入ったらあかんようになってるんですね。うん、去年までなかったのかな。あ、なんかいる。ここはかな。ここはかな。あれさあ、じゃあ登ってやすで見てみますか。あれあの上は、あの、あ、その上もこれ、うん、あの、そのあ、違う違う、ここはの、うん、お腹痛くなってきたよ。どう、うん、大丈夫、うん、あれ、ここは新鮮な会長のフィールドで、ちょっと嘘はダメ。あ、冷た。自然に帰るからええんじゃないですか。そう、ね、うん、どう、上の方、会長でどうだ。あのね、とも、はい、だいたいこうわさっとやったら、このこう先、あ、うん、こういう先の方を見てくださいね。あのね、皆さんね、はい、この先の方がね、まあまあ、あの条件にもよりますけどね、削やらかいんですよ、あの、ほんで、で、やつらが例えばガリガリと削っても、あの樹液うっすら、あの枝先とはにじむんで、うん、やけど、あの、あれですよ、こっち側見たらこんな細いのはダメです。あれの幹ぐらいの、あそこのね。ああ、なるほど、うん、僕の指のね、これぐらいのやつやったら、カリカリと削ったら樹液出てきますんでね。ここは、うん、クワガタでいうとノコギリが多いかな。ミヤマはここは使えない。あ、ミヤマはね、うん、ここは平田ノコギリ、ここはということですよ。はい、カブトが溶けついてました、会長の一級ポイントでございます。はい、次行きますか。次行きますか。はい、はい、会長シリーズ、パー、会長ポイントパート2でございます。2箇所目、はい、素晴らしいクヌギの木が、大きなクヌギ、大きなクヌギが目の前にあります。はい、誰も笑いません。カブトですね。カブトですか。はい、一生懸命一人喋ってますけど流されるな。カレキリと、これいい木やね。いい木でしょ。ね、いい木やわ。これ持って帰ろうか。あのバイオの横に植え替えようかねみたいな。あの毛の形。はい。ね、今日こういう木があるね。どうぞ。髪切りの横に。髪切り、あ、こっちです。こっちからですか。あ、います。あ、ほんまや。あそこにいる。どれ？あ、それね。カブト、あれ。メスですね。メス、はい、ずっと上の方もカブトやね。あれはメスのケツを狙ってるカミキリ。ほら、いやね、エッチシリーズですね。ブーッブーッ。あと待った、エッチシリーズ、あの、この動画全然使えなくなっちゃうよ。夜中やの、静かにしなはれやみたいな。夜中ちゃうけどな。どうです、もうカブト？カブトかな、カブトやな。もう分からへんね。カブトやね。カブトが多いんやね。トモ、これ一回ブチュバッキンいったろ、バッキン。ほんならバトン持ってきて。トモが聖剣蹴りをいきます。
どっちですか、整形なんか蹴り私を蹴って、うわ冷た、冷た、何すんねんお前しずくがお前どう、お手、お手やん、落ちてないですね、もう音でわかるね、はいはい、ね、皆さんさっき言ってましたけど、ちょっとここ下照らして、どうも、こういうところにね、もうあの木のすぐこういうところに入ってきますんで、メスね、あの こんなところに入っていかないんで、この木の真下にグーッと入っていくんですよ、産卵するときね、根元に沿って、そうですそうです、これでしょ、ここちょっとコリコリと行ってみる、はい、あ三股があるからね、あ、あ、うん、うわ皆さんほらこれベッドになってるもん、ほら、うわ、うまっ、こんなになってる、ほらこんなになってる、いやこんなになってるよー、これ、いやでね、あのいやー言うとありますけどね、このあのここはまあ水で出へんかもしれないけどね、この中ゴリゴリって言ったら、あの行きましょうか、寝太とかね、いますよ、いる可能性ありますよ、むそ硬いです、あまり溜まってないかな、うん、うん、あの口が開けすぎてるんで、あ、うん、すいません、流れたりするんだな、はい、思いますね、ホッタなんかやっぱりいそうなんですか、まあこういうとこはもうよういたりしますけどね、ちょっと堆積してる量が少ないですね、ちょっと少ないですね、もっと根元のあの際の方からどうって、ここが、ね、うん、めっちゃ硬いんですよ、木が、それも眠てねえやね、それね、うん、それあの店長が買ってきたやつじゃないね、これは違いますよ、ね、もうあれあれ母ちゃん、あれは砂場で砂場セットみたいなやつ、砂場セット、あれ潮干狩りじゃなくて砂場セットやからねプラスチックの、うん、お父さんお母さんと砂場セットみたいなプラスチックのあのコップが一緒についてるやつやね、ダメですね、全然ダメね、はい、はい、戻してきます、ええ、で皆さん先ほどからもね言ってるようにね、あのこれぐらいの枝ね、あのインドネシアでもあの例えば雨降ってたらね、この葉っぱの裏側ね、こういうところの細いところも見てもらうとついてる場合がありますでね、髪切りがね、かじったような跡があったらね、はい、あのそこから樹液出るんで、細いとこも見逃せないですよ、はい、あれだけど、水が出てますね、あの細いところね、あれちゃうんですか、あれは濡れてますね、あれは濡れてる、あれ濡れてるですよね、ごめんなさいね、いい、うん、でもね、あの髪切りがついてる木っていいんですよ、あー、そうですか、うん、3トンも4トンも高くてる時あるね、カムキにね、うん、そうそう、大きな木やな、これも僕もあのカブトは触れてもこの紙切りは弱さまらないんですよ、大好きですよ、なんでか知らんけど弱さまらない、髭がなんだかな、私あのこのほら紙切りのね、このあの顎、うん、顎が好きなんですよ、あのこのあの髪寄るとこ、あれをつけた、ただ家で飛んでくるのがよかったら、カリマンタンに行こうで、あ、そうなんですか、山中うわ、もうこれソロバーとか飛んでくるかみたいで、あれは飛んでいてほしいですよ、あ、いや、ほらあの、歯の裏に、ほら、なんていうかな、見つからんやつ、あんまりこうもう言おうか、うん、中込めやろ、そう飛んできひんかな、なあ中込めはでも飛翔力はどことかあれだよな、あいないんすか、いや、いるよ、いい方取ってないよね、ね、来年やね、欲しいな、2月ですか、まあ一番いい時に、次はほんでほら久しぶり、はい、やりますか、
さあちゃんはね、はい、ブンブンのあのメタルメタリックグリーンが欲しいんですか。そうです。もう5年ぐらい前から言うけど、で、ね、マネージャーのところブンブンだらけになってって。あ、いいなわ。うちはあのクワガタとカブタしか無理やからね。まあ。ボンボンは別途棚を、年間100万円くらいで変な冗談を言うと雨がきつくなってます。出ましたね。これはやばいですよ。佐々木さん、まだ開いてます。左。でも充電とか大丈夫と思う。大丈夫そうですね。ライトつけてたら結構早いから。一応今一文盛りも減ってなかったですよ。まあ決定で。はい。ライト。あとちなみに次どんな感じの場所に今向かってるんですか。会長。どうしましょう。どうしましょう。もう会長のご判断を。平田。もう俺がいつもメインで取りに行くとか、ちょっとここから走りますけど。じゃあ次は平田ねぶともおるポイントね。ああいいですね。ほんでいい品買ったらおかんが走る。おかんが走る。高木まだ言うとちょっと遅いのかなって気がするけどね。どうでしょう。雨が梅雨があんまり明けないですね。ちょっとね、遠出してきました。あ、ここに、おめっちゃんがいますね。あ、オスや、これ。ごめんね。おお、またカブトか。カブト多いですね。はい。わー、なかなか樹液がこう出てましたね。ええなー、こういうの木。はいはい。うわー、最高やな。カブトばっかりやな。あ、なんかいますよ。あ、平田いる。平田いますよ。いる？ちっちゃいか。おっ、ちっちゃいけど。メスもいるっぽいですね。こんな感じ。つがいる。カブトなんです。よく見てください。よっしゃ。ならちょっと。ちょっといいですか。見てくださいよ。この、この絵です。この、ああいう板着替えてあげた。ああ、そこね。はい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 。これね。ここに平田いるよ。あ、いる。ペアでいますよ。ペアでいますよ。はい。皆さん見てください。これ、雨ね、今ポロポロ降ってるんですけどね。非常に樹液がわー出てます。でこれね、めくれんとこですよね。こういう感じの木でずーっと引くとこんな感じ。ね、ここめくれてるでしょ。はいはい、ここにおるんですよ。まあね、ちょっとほなさあちゃんも 、はい、見ますか。見てくださいよ。はい、肉眼で、はい、肉眼で。いいですか。はい、一分5000円です。樹液ついてます。ほら、カブトがこうやって。あー、いる。いる。カブトのメスがね。うん、メスがいる。見た。はい。はい。5000。これ、ここです。どこ。ここがほら。ね。ここ、ほら。動いてるでしょ。あー、いた。このアングルがいいかな。カブトもね、こうやって天然で見てると、なかなかいいでしょ。いいね。うん、いません、あれ。ね、皆さん、ほら。あー、ほんまや。さ、来ただけあったね。ペアで言いますわ。ペアで。はいはい。佐島さんのように、はい、写真撮っていきます。お願いします。ああ、すごいな。カレー何？カレー何？羽衣。ええ、ここに羽衣いたらみたいな。ほんでね、皆さんこれ冗談言ってますからね。これずーっとほら、上ずーっとね。結構斜めにズドンとした。ここ、あの上にもいますやん。あれ。あんなめくれ。雨の日は上がれへんけどね。あれ。このもう一つ上の。あれ。これ。いてますね。なんかいます。去年までね、この黄色の子みたいな生えてなかったね。うん、あ、マジで。うん。ほんならもう古くなってる感じ。うん。
あ、今すぐまあでもこれ、あでもまあでも表面だったみたいな、これひょっとしたら倒れるかもしれない、倒れそうよね、うん、あ、え、あれ、え、何のメスやろ、またええところにぐらい入ってんねん、あれここ一旦登りたいね、ノコギリのペア、ノコギリペア、ノコギリのペアがいますね、マジで、はい、しっかり取ってて、コンパスですけど、あ、構えへん構えへん、しっかり取ってて、なんとかギリギリ取れてます、すいませんね、揺れて、ノコギリ、ノコギリとヒラタと一緒におるのなかなかあるよね、どこら辺掘ったら、うん、ですかね、はい、はい、と、あここにもいる、ここにします、コクワか、すごい綺麗に撮りますねこのカメラうん、今今、上にねノコギリと、平田がいた、いる木なんですよね、カブトもいますけどね、あの全部ついてるのはね、うん、同時に見れるのはあんまり珍しいですけどね、で、その下をね、ちょっとガリガリと、もうちょっと柔らかかったら もっといけもらえる、はい、はい、でね、もっと、もっとガーッとこう広く、はい、はい、持ってもらっていいと思います、はい、難しい、うん、落ちた、あ、いたいたいた、もう全然見えなかったよ今、はい、ありました、はい、はい、いました、平田、ちっちゃいですけどねちっちゃいですけど平田いましたよ、取りましたか、平田、はい、ペットボトルがあるよ、ね、うん、はい、天然の平田でございます、あれどこ行った、はい、あ、うまいな、行きますよ、行ってきますよ、はい、落ちたな、行きましょう、行きましょう、よう、若いな、俺全然若いなんですよ、で、メスも取っときましょうか、はい、うん、メス取った、いや、取ってます、ごめんなさい、ピアどう、オス持っとこうか、ピアでいいんです、大丈夫、え、落ちた、よう分かるな、これ全然分からんで、ちょっと待ってください、多分ね、ひっくり返ってるか、傘持ってて、うん、せっかくのメッセージだよね、平田のメッセージが取れへんのよ、この詩がね、多分一発産んでる可能性はありますね、すいません、どっか行きました、いや、その辺探してなかったらちゃうとこちゃう、もっとこっち側に弾いてない、これ暗いし見えへん、今ね友子を駆け出していく会長一生懸命会長が、何だ、あ、どうか、落ちてないんじゃ、落ちてない、落ちてないはずです、あの自分のね、ここに当たったんで、あ、そう、ほな元木の木はちゃうか、会長が、会長の足元の方が、足元、足元の方踏んじゃったみたいな、メス踏んじゃったさあじゃあほんで後でこっち側ちょっとゴリゴリやってる、ね、はいはい、こっちね、うん、ここね、はい、ここ多分めちゃくちゃいい感じです、はい、いません、メス捜索中、ピコピコ、もったいな、メス捜索中、その間に今ね、自分のこの、このお父さん、ずっと従事するってあるんだよ、安出や、これ日本に、うわー、これ安出や、
赤子なんだ、頭くん。高いで、安で。はい、一旦切ります。ほらしもちゃんの、しもちゃんのリクエストに答えて会長がね歌ってくれてますよ会長が一回あのカラオケ行かなあかんねこれ。下川さんリクエストいやそれは分かってんねんけど、下川さん会長な、おいいねほら諦めよっか。うん、ね、この辺多分こったはい、どうぞ。はい、じゃあ行きます。ここ行きます。この感じのとこ。柔らかさですわね、ものすごい柔らかい。上のうどんもなんかいそうやな、うん、いますね。あの、上の方とここはいます。うわここあれ持ってきてよかったな。え、網保つ すか。あー玉網、あれ持ってきてよ。じゃあ生持ってきてもう持ってきてよかった。うわー柔らかいな、ここなんかいそうな感じするんやけどな。ちょっとそこね、いい感じのところなんで、うん、しっかりめに掘ってもらいます。はいはい、わかりました。20〜30cm ぐらい掘るつもりで、はいはい、ガバーッと、はいはい、人が掘ってる思ってる頑張ってください。はい、その初めて見るでしょ、この。いやそうですね、うん、掘って出るいうの。残るよ、残るよ、はい。皆さんね、これね、今そうバー雨降ってるんですよね。ほんでここらはずっと、うん、ここら辺あの雨降ってるんですよね。うん、でこれあの土サラサラ、ここ10センチほど掘っていくとね、もうサラサラでしょ。はい、あのこの辺りぐらいからねやっぱりいるんですよ。うん、こんだけ雨降ってんのに下あれで全然サラサラ、ほら。ああ、そうなんです、うん、そこまでまだ浸透してないです。水が浸透していくんだよね。はい、ここいそうですね。え、いやった、ここ今これ叩いたら空洞なんですよ、こん中、うん、で今樹液出てるんで、この中平たいそうですね。この中は基本多分平たいと思います。空洞なんで。いや、ここ今空洞になってるんで、うん、この中取れるかな。まず見て。これ多分この中絶対ウロがあるんで、剥がれが。あ、いますね。今いましたね。ちらっと。工藤さんですね。工藤さんいましたね。ちらっと。どうも。それを言うときはちゃんとあの書き出し棒が微妙に長いな。今なんかいた、なんかちらっと見えた気がしたんですけど、ほんま工藤さん、はい、工藤さんでした。工藤さん、いきなり特別出演、友情出演。これちゃう、これ誰、これカブトです。いや、これ誰、今動いたの。これゴキブリ、これゴキブリかなんか。何が動いたの、もう見えへん。これなんかメスちゃん持たんな、ねえ、うん、微妙なバランスで立っとんね、今ね。この下こんだけくっつってて、もう台風かなんかもうそこから折れるね。こうキーンと折れるってやつ、うん、うん、でも相当古いでしょ、これもね。でしょうね。やっぱ携帯で見た方が早い。降りてきた、とにかく飛び立ち携帯で見た方が早い。持って帰ります。はい、いいですか。なんかでもあの上にいますわ、ね、うん、なんかいる。旅やったら登りたいんですけどね。なんかいる、動いてるもん。これ記憶が剥がれたらいいやろ。何回すわな。木の皮剥がれもん。まあ、あの最終中は冗談やけど、みんな無視したんだ。もう必死やもん、耳に届いてない。必死ですわ。最初来た時、この辺もうちょっとこのめくれがこの辺まであったね。ああ、
めくれはったんですか。いやいや、あのこのガーッとあのめくれてるのもね、はいはいはい、だんだん自然にポロポロ落ちてくるんだよね。あ、やっぱりもう下へポトンと落ちてくるんだよね。うでももうだいぶお年寄りやね。うん、ん、何すんの。登るの。登りたいなと思って。ちょっと滑るかな。滑るぞ。登れんだ。なんか足棒が、えい、いや、しました。落ちるだ。雨降ってんのに。諦めよう。うん。ぬるっとしてるよ。大丈夫？いや、つるがないよね。つるが来たら。ねえ、ここね、皆さんちょっと周りがね、あの竹のね根があってね、なかなかちょっと下掘りにくいんですよね。うん、でこれ間違いなく下にもうちょい下に、いると思うんですけどね。ちょっとね表面上はね、ほんであの柔らかいんですけどね、掘り進んでいくとちょっとね、あの根がねやっぱ張ってもるんで、竹のね。で株と、7月のね21日ですけど、これ株と、ノコギリ、平田とね、まあまあこれだけのあのアクションのある木やったらね、あのみんなこう住み分けみたいな形でね、うん、うん、でこの上の方のウロのね、ちょっとこの今こう暗いですけどね、そこにノコギリがいましたしね、あそこね、はいはい。はい、ね、また会長のポイントへ寄せてもらいましたということで、ここはね、あの道路からね、ちょっと入ったら、ここも上回った大きな小麦ですけどね。ああ、できませんわ。いつもどこにいるんです。ここにおるんやけどね、根元。うーん、あとおるとしたら、あの奥の、これこの間動画で食べてた、この辺にいるて。はい、この辺にいはるみたいですね。うん、でもどちらかといえばこっちかな。で、あの今橋本さんがあっち見てはる方が、うん、一番多いんですよ、ねぶと。さっきまでね、豪雨やったんですけどね、会長がね、降りようとしたらね、雨が止むんですよ。これはインドネシアに会長を連れて行くべきですよね、これ。じゃないと、雨がね。今日の晴れ男。どうです？ここなの。ちょっとこの辺ペペと、あの、何やったっけ？あの、樹液だまりを。あ、これゾウムシですね。なかなか最近見かけないですね。ゾウムシや。珍しいですよね。なんか剥がされてますね。めくれば。お前この辺めっちゃ剥がされてますね。前持ったったのに。あったね。樹液玉にペペってめぐったらこの鍋でおるかもしれない。はい、さあじゃあゾウムシ見て。はい、ゾウムシ。え、どれですかこれ。羽衣。ああ、いや、ゾウムシ羽衣。会長、カリマンタン連れていくよ。カリマンタン、これがインドネシアだったらいいのよ。ほんまや。会長、ねえへんでしょ。うん、で、あれですね、多分自分とずっと同じ木のぐる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 、あのこれが。上の方どうですか。これね、皆さんね、あの雨降ってるからね、やっぱりね、根元とかね、隠れ、特にね、もう一生懸命隠れようとしようんでね、パッと見これあの分かりませんけどね、当然途中で旧の川の裏とかに必ずいますけどね。全然おらんや、全然いません。あの大体ね、もうあのあれですわ、クワガタってね、交尾したらもう産卵にすぐ入ろうとしよるんでね、大概メスはね。あ、発見や、寝太や。発見ですか。おお、
よいしょ、違う。ここ、ここ、ここ。あれです。見事でしょ。筋があるの。もう落としたよ、下下落ちてる、もう落としたこれ、いや、違う、あ、中に今飛んできました、こっちから見る、今飛んできましたよ、こうやって、お、飛んできましたよ、やっぱカブトやこの音、あ、ちゃ、あ、カブトやびっくりしたよ、もうどうした、おメスちゃんメス飛んできました、あんたこんなとこあるし、踏まれる、ほら踏んだら、踏んだら死んでしまう、んんトモ、ここにいる、あの、こっちから見てもらったらいいじゃないですか、トモ、ちょっと撮ってもらって、俺、こう、ビンゴで、あー、寝るといますね、撮った方がいいですか、これどうします、いやいや、まず、これで撮って、微妙に分からへん、ね、それ持てば、ケースケースと、これお願いします、ずっと俺おるときあんねん、ここにね、あ、いた、これがねぶとのお尻ですね、はい、ねぶとやな、あれ、はい、ねぶと取れてますね、こうやって見た方がいいかな、はい、で、上にちょっと前鏡見えてるの、これオスですね、まあまあ、こま、お、まあ、増しそうなサイズですけどね、うん、30ぐらいのやつおるね、あ、うん、あ、こっちにもいた、あ、隠れる、あ、やっぱり隠れてんだよね、雨で、うん、社会性を持つやつよね、ね、うん、そういうことよね、ちょっと社会性はあくまでね、あの、個体同士が、うん、あのやり取りするんじゃなくて、はいしね、今もね、一匹飛んできましたよ、プロプロン、プロプロンって飛んできましたね、いい気やな、本物もいいけど、あの道端でしょ、そう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 、ほんまに根元です、取ったんですか、ちっちゃいな、ちっちゃいな、ちっちゃい、ちっちゃいけど寝太ですね、どうも、はい、はい、これでもあるよね、いいサイズですよ、いや、これちっちゃい、ちっちゃい、うん、これちっちゃいね、ちっちゃい、ちっちゃい、こういうとこ、キュッキュッキュッと取ったの、インドネシアでもこんな映像あったね、ありましたね、あの寝言で、うーん、まだ今日匂いしてないですよ、いつもくっさくさ、うん、でしょ、うん、龍炎なんかね、もうあのこんな時ベッチャーっとね、うん、なんか固まっています、あ、もっとえげつない匂いしてますもんね、ツーンと、うん、向こうでも あのそんな匂いするんですか、あんまりしてへんからね、いろいろ匂い、日本ほどきつくはないです、きつくない、うん、だから多分水分が多いんやろうなと思います、ああ、うん、ん、日本なんかほんであれでしょ、雨降らへんかったらちょっとしばらく降らへんでしょ、はい、で、あの例えば樹液がこう、あの何、温められてこう匂いしたりしますけどね、はい、向こうはもう全然ない、1週間降らへんとかそんな絶対ないですから、ない、うん、う、絶えずもう水に濡れてるんです、そうですね、うん、で結局木がね、あの、はい、土壌が、はい、あの薄いんで、木がそういう遺伝子持ってるんですよね、あのいわゆる早くと成長する、で早くと成長しようと思ったらいわゆる葉っぱを早く出す、はい、ダダップがそうやったでしょ、そうそうそう、もうすぐ早うだったでしょ、はい、うん、葉っぱが先に、そう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 、出てたんだ、うん、あれがね、やっぱり木、あの下が、あの根からね、水を吸い上げる力も、はいはい、もう全然格段に違います、なるほど、はい、多分光合成の能力も違うし、ほんで葉っぱも大きいでしょ、ダダップなんか大きいね、大きかったね、そうです、そうです、大きかったびっくりしたね、うん、だからね、光合成の能力も、ほんで葉脈からの、あの拡散、水分の拡散も
あの格段に違いますね。はい。まあ、あの雨やからな。はい、これお土産に持って帰るみたいな、ね、近くに川がありそうで、あ、ここおらんわ、川が流れてるんですよ。あの、ほんで皆さんね、あの雨の時は あれいるね、樹液っていうよりか、あのこういうところ見てくださいね、こういうところね、ほんで、あのこういうところ見てくださいね、うん、逆にあの避難しとるんでね、で樹液ないやないかいうところにもいますんで、あ、なるほど、うん、ここに何本ね、こういますちっちゃいですね、あ、ん、何これ、ここかな、ここは、これ映ってる、これ映ってる、あ、映ってるね、あんまり近いすぎて、あ、で、うわ、誰や、お前、眩しいな、みたいなね、ごめんなさいね、この木は何の木ですか、どんぐり、ごめんなさい、これ、うん、これクヌギちゃうもんね、クヌギ違います、ね、うん、この葉っぱ違うね、今、平田いたんですけど、今、肌が違う、平田いたんですけど、ダメでした、中入ったんですね、照らした瞬間、パッと入ったら、ここから平田いたんですけど、オクス、オクス、じゃあオス、オス、オス、オクスって何、もうオックスって言うと、いやいや違う、違う、おーいおく、今日流される役なの、ね、でもあの葉っぱのとこのあの、うん、ピッピッピッと出たところの、このほらあの木肌がボコボコやん、これ、うん、あ、上の中いる、いらんとこ、うん、いる、ここ、いや、あのね、今この、うん、出てるじゃないですか、はい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 、ここの根元にいますよ、何がいいの、あれ、ね、動きましたね、これムカでいいんですか、知らねえ、ここやな、これまたあの変わった木やな、この木の名前わからへんけど、これ面白いでしょ、うん、この木はあの隠れるところが、うん、多いね、それでね、皆さんぜひね、あの木を見つけるとね、皆さん木をね、見つけたらずーっと枝先まで見ていってくださいね、はい、こうやってね、で特にあの葉っぱが生い茂ってる部分の枝先なんかは特に見てくださいね、でこれね、あの暗いからね、ちょっと映り悪いですけどね、ついてほしいんだね、うん、じわーっと、そう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 、じわーっと、そうそう、でね、あのこうやって葉っぱがね、多い部分ね、こういうところは特にあの見てくださいね、枝先でもね、はい、へ、ありがとうございます、あの葉っぱがピッピッピッと出てるところの、下の、すぐ下の、取れ、あ、はい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 、あれで、あれです、何だ、中いました、中にね、いるんですよ、中、あの葉があるんですよ、あ、中山の表面になんかいいへん、あれは樹液で光ってるだけだと思うんですけどね、うん、柔らかい、なんかいそうやな、綺麗な、登りたいな、どうぞてへへへ、また明日来たら全くあの姿があったしね、でしょ、ついてる虫が来ちゃうからね、また来たね、DJ さんも一緒かな、
一応買う、自分に買おうと思ったんですけど。あれ売ってもっぺんみたい。母ちゃんが？あ、あのちょっと、感覚でポーっと立ってるところのとこ。そう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 。ああ。もう切られるかもしれない言うて。みのりちゃんはもう あそこ行ったら全部行きたい言うからね。行くんや、行くんやけどね。うん。これ何の音ですか？はい、OK です。バナナトラップはどうですか？あれはどういうポイントに地面に置いた方がいいですか？いや、聞いてください。この別にぶら下げてもいいですけどね。木にぶら下げる地面に置くとかいうより、この匂いがどう拡散するかを考えてもらう。なるほど。ぐるっとこうこうね。必ずね。で風の向きがおおよそこちらによく吹くとか、そういうこと考えてもらった方がいいかな。会長の生き物シリーズ、ビデオ撮りはしてませんけど、キジがいた。部屋日本の国鳥やもんね。パキちゃいますよ。キジですよ。知ってるだろ。パキちゃいますよ。キジですよ。キジですね。はい。なんかね、ああ、そうですよ、ほんまや。今、たぶん、あの、さあちゃん、違う鳥を言うても、ああ、そうですよ、言うてるやん。そんな返事やったよ。ごめんなさいわ。わかる？ごめんなさいわ。やばい、やばい、わかるわ。だいたい、適当に頭に落としてる時と、合わせて喋ってる時は、ようわかる。右やから、まだもうちょっと待って。あの、次入るところ、右です、道。これかな、これや、これ。おー、覚えてありますね。これ、あのうちの母親の実家が近いですよ。あ、そうですか。ちょっとお母さんが近い。あんた誰今。いや、マネージャーやかな。あ、マネージャー。マンゴー共通ね。橋本さんのマネージャー。ほんで先導マネージャーだ。あえて世間話、先導世間話してから、でどこのマネージャー。いやいや、これをみんなで行く。僕はなんかおもろいこと言いながら行くのが楽しいです。そうそう。なんでアマゾン。また俺に探せとか言うんやろ。どうせピンポン。いやちゃうやん。アマゾンでね、なんかあのこれ探して、あれ探して言うて、ほんで、いやさあちゃんないわ言うてたらね、なんでないのアマゾンって。いや、アマゾンってこんなんですか、こんなんですか、知らんよ。俺アマゾン作ったんちゃう。アマゾンです。そう、アマゾンです。ちょっと思い出したね。これ買うて、あれ買うて。もう大変ですよ。ほんで、あ、ほらほら、あのあれ、あのほら、あのいすゞのほら、あの歌知らんよ。あの歌がね、好きでね。いすゞのトラックですか？いや、じゃあ違うねって。いやそのいすゞのトラックじゃなくてね。な、分からへん。ソンキーやね。ああ、これ。これ最後の日。へえ。今最後の日やな。いい日かな。これでもね、何秒とか。お、いい。照らしたらすぐ落ちます。出てますね。あ、あ、え、あれちゃう？なんかね、あれあれ。いい日？あそこのあの雲を見ると。いない？もうベタベタやわ。ちょっとメネージャーがこっち側に行ってほしいな。てほしいな。なんか見える？この辺とか、このここに鋼があるんですよ。あ、かぶるんですか？ここは駅やな。ここはかな。え、ここは？見やったら、ええ感じやけどね。めちゃくちゃいい感じです。すごい。まああの内側は分からへんけどな。もうちょっとこう濡れてなかったら。もうメスかな。
まだ見てください。ここと兜でしょ。向こうのメスかな。なんか小型のメスっぽいのもんね。あんまおらんな。あ、危ない。マネージャー危ない。危ないな。え、ノコメスどこ？ノコメスかな。これなんやろ。これなんやろ。ここはメス？見えます？映ってるけどわからない。ここはかな。あそこにいっぱいいますやん。映ってるけどわからない。映っちゃいるけど。わかりませんか？うん、こっちで。ここはか。こっち。辻川さん、なんで毛虫嫌いなんですかね。知らんはず。いきなりなんの話。ここ上いるか、ザーちゃん。います。いる。うん。あの、カブト。カブトが多いね。カブです。蹴ったらなんか音かもしれない。はい、ま、下もごめんなさい。どん。で、上に取りますか。うん。上、ちょっと。真っ黒の髪切りました。ここっち向かって押し付けてください。今撮ってます。まあ確かに息があるね。向かってどっかやりますか。こっちでカブトムシ飛び始めてます。あ、カブト。ちょっと雨降ったんで多分飛び始めが気持ち遅れてますね。前の10日の時もそうでした。会長の背中。でもあそこにな、はい、ムカデの横にここはと、はい、で寝太ったし、ちょっとそれを、あの、あんまりあのアップせんでも、はい、アップしすぎたらちょっとボケるし、これは何カミキリ、はい、うん、あー、うん、ノコギリカミキリとか言ったりとか、いろんなカミキリ。これは何カミ、カマ、え、この、これこれ何カミキリ、カミキリ、ノコギリか、いや、ちゃうな、これ、ミヤマ、ミヤマかな、ミヤマカミキリとか、なんかいろいろいろんな種類のね、髪切りいますけど、で、ねぶとがいたって聞いたんですけど、ねぶとこ、この辺ねぶとこの、あわいサイン、あわいサインここで、あれ多いしな、ムカデ。はい、うん、こんだけこんだけ兜取ったのに、ね、てかちょっとね、嫌な人は嫌かもしれないですけど、え、何をこのね、こっついムカデ。ムカデですか。ムカデは言いませんね。ですね、なぜかその隣にコクワっていうね、うん、この樹液を吸いに来てるんですね。ペアで入ってますね。天然のこのカブトがいるっていうのがもう魅力やわ。あー最高やな。おじさん、これ送ってほしいんやけど、あかん。大丈夫これこっちも出せるね、こっちも一応映像を、はい、あれ？こっちか。BG さんまだゴッチーのおったね。おったね。ミヤマ、すごいわ。中の方入ってますね。ちっちゃいのありますね。これ。これをあのピアのこれを写して写真に。
こう、はい、カウントのね、お願いします。いいですか。はい、この辺はあの気を切るとあの雨水がなんか分からない、分からない。ムカデか、これブンブンいます。ブンブン、ここなんか俺今こうやって枝が、あ、はいはい、あれ、なんやろ、選手はあそこの上の穴のところに今こういう手が凍ったんだよね。え、ちょっとここに気になったんだ。この動きはブンブンやね、うん、どう見ても、うん、ものすごい慌ててる。なんか追ってきたと思って、この方が追ってきた、まあまあね、ちょこっとだけ顔出してます、ね、根太が、うん、根太がね、これでしょ。これ大きなムカデは、ほんまにこれですけどね、ムタ。なんか書き出してんの？いや、書き出してないですけど、ちょっと見たいですね。すごいね、はい、あー、取れた。ちっちゃいですね。キッチンの時間の問題で、ね、うん、これももう、ネブトです。これも切られるんですかね。切られるよね。これも施設飛んでますね、うん、まあ、天然のネブトあるあるですね。ね、元いた場所にリリースしたっていう。はい、浮上種類で陸上に上がってきて、はい、この進化の違いはそこから人間とあれに、うん、そうですよ、まあ人間はもっともっと後やけど、先輩ですかね。まあね、この地球上でこんだけ形が違って、はい、命としては一緒やもんね。そうですね、うん、なるほど、不思議やな。僕らなんかもついこの間出てきたんですよ。そうやね、うん、会長、どちらですか。どうですか、会長。なんかあるなんか。カブトとカブトとカブトかな、カブトとヒガタがおらんな。ノコギリもおらんな。したこれもこれで 59.3 のヒガタおったか。あ、なんかいますよ。でもおるな、ヒガタ。ヒガタか、ここはここはですね。もうそれブカブカやろ。そうですね、あれまあまあいいサイズ。ここはですね、その上にメスもいますね。ここは結構ええ匂いしたね。ここ強烈ですね、うん、あの二人は待機待機です。待機？待機です。もうどんどん。コクはでかいの。あれ？この中にもいますね。この割れ目のところ。下こっちに行ったんじゃないですか。ん、こっち側に落ちたんじゃないですか、ね、下こっち側に落ちたんじゃないですか。こっちにいますよ。おる、はい、ここは、はい、います。ここはない、ここはか、ここはか、ここはですね。
この辺で何か他に行ってないかな。わかんねえ。かぶってたことあった。ちょっとですね。セミか。あ、お、あ、いや、な、はい。でしょ、いや、なんもないです。びっくりした。いや、蛇かなと思って。鹿が死んどったな、ここにバーンって。へぇ。たぶん、ね、サメ転がってんの。奥になんかいますけどね。ん？ここの奥になんかいますけどね。まあまあまあ、ここはかなんかだと思うんですけど。なかなかいいもんね。でかい平田は。ちょっともう平田は今、平田は取りにくなったもんね。そうですね、数は減ってきてますね。徐々に。この中とか見張りました？ん？どこ見てない？何がいるかわかんないですけどね。なんかいそうですけどね。一応いい具合に隙間空いてるんで、その上ここですね。これ結構いい感じで隙間空いてますね。今日は僕もたまに寝ぼったことはしないけど、ダメやね。ダメですか。もう出ましょうか。出ますか。出ましょうか。もうないですか、木。俺これしかしない。多分まあ、ね、まあね、夜探してもなかなか見つからないんでね、やめていきましょう。皆さんお待ちしてるので、これどっかでのあ、この木なんやろ。この木気になるな。樹液ってほどの樹液ではないけれども、まあまあ小村系か。あ、でもこの辺小村多いですね。これいい切り株ですね。これ発生源になりそうないい切り株です。え、これどっから戻ってます？どっから全然戻るルートがわからん。こっちちゃうな。基準はクモの巣があるかないか、それだけですあ、ここいい木ですね。こういうところとかね、この中とかいい感じですね。ここ弾丸みたいなのが開いてますね。これどっから出ますか？これどっからですか？ここですか？合ってますこれ？カエちゃんはここ、ここを踏んでるな。まず、はい、今日はお疲れ様でございます。今日の成果をまとめてください。平田のオスが取れました。あと、カブトムシ。カブトムシ多かったですね。カブトムシ多かったね。はいはい。
で、ノコもおったんやったな。ノコギリもそうですね、ワンペアとメスイと入りました。はい、三山はいませんでしたけど、で、ネブトと、で、ココアと、まあ映像的には入ってますけどね。はい、ということで雨がじゃんじゃん降って、ちょっとあのあれでしたけど、降りるたんびに雨が止んでくれてみたいなね。はい、会長、遅までありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。で、こちらこそまたよろしくお願いします。な、これは今日はこれで締めということで。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。